はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。マインクラフトミニフィギュアのシリーズ5のアイスシリーズとマインクラフトミニフィギュアコレクティングケースです。先日紹介しましたね、こちらから見れると思いますけれども、あのストップモーションクリエイターで、使えるあのミニフィギュア の新シリーズが出てましたので買ってきました、はい、新シリーズなのかな、新シリーズではないかもしれない、はい、トイザラスに置いてったからね、はい、とりあえず買ってきました。アイスシリーズです、はい、ラインナップは全部で12種類ありますね、はい、アタッキングガスト、キラーラビット、スポーニングゾンビピッグマン、チキンゾンビ、テレポーティングエンダーマン、ウォルフ・ウィズ・ボーン、アイアン・ゴーレム・ウィズ・フラワー、アレックス・ウィズ・ボート、シアミス・キャット、スティーブ・ウィズ・ミスマチ・ド・アーマー、これはエンチャントされたやつかな、うん、スケルトン・イン・フレーム、ドンキー・ウィズ・チェスト、以上の12種類ですね。はいはい、それでは今回4箱ありますので2箱ずつ開けましょうか、はいはい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあ1つ目と箱1つ目、あ、そうだ、これ中にまたこう袋が入ってるから、何が入ってるか、エンちゃんは初めて見るな。あ、そうだね、うん、はい、じゃあパパ一つ目、お、ゾンビピッグマン、お、あ、あ、狼の骨くわえてるやつ、あー、狼だね、うん、はい、次行きます。あー、同じの出ちゃった、エンちゃんと、あれはまあ、いや、エンちゃんパパと同じの出ないように祈ろう、うん、この髪は、あ、アレックス・ウィズ・ボート、おー、ボートに乗ってるアレックス、うん、はい、まずこちらがスポーニングゾンビピッグマンですね、はい、ゾンビがスポーンしてる最中のものですね、今ちょうど生まれてる最中、うん、これがフィギュアになってると面白いな、うん、なんか雷みたいになってる、そうだね、後ろね、なんか、うん、ピカチュウみたい、ねエイシン君の1体目と私の2体目、はい、同じものが出ちゃいましたね、はい、ウルフ・ウィズ・ボーンですね、うん、狼が骨を加えてる、うん、ちょうど懐いてる最中だね、これきっとね、うん、ついてくる、このままてっ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 てね。それでエイシン君2つ目に出たのがこちらのアレックス・ウィズ・ボートですね、はい、はい、これはちゃんとボートに乗ってる感じになってるね、すごいね、うん、いいじゃん、うん、ちなみに以前出たアレックスと比較するとこんな感じ、あ、やっぱ顔の大きさはまるっきり一緒なんだね、うん、うん、なるほどね、ちょっと違うのかと思ったけど一緒だ、うん、はい、では次こちら開けていきましょう、はい、うわバリバリ開けてる、はい、こちらがミニフィギュアのコレクティングケースですね、はい、こっち今これなんか入ってるように見えるけど全部これ紙ですね、はい、どうやって取るのかな、ああ、そっからこうやって取れるのね、で、あとこれこうしてと、じゃあこれ取っちゃうか、うん、中に入ってたりしないよね、入ってない、何これ、全部で32個の、ミニフィギュアが入るみたいですね、はい、でこれね面白いのが、うん、裏側だ、こちらがマイクラの世界になってるね、うん、洞窟の中というか地中になってますね、うん、いいじゃんこれ、うん、中には、うん、石炭、うん、金鉱石、うん、ダイヤモンド鉱石があるね、他は鉄鉱石とかないの、あとクモの巣もあるね、あ、ほんとだ、他にはね、他普通の石か、他普通の石ですね、鉄鉱石ないんだね、はい、これでここにこういうクリーパーとか置いて遊べるわけだね、こちら側でね、うん、へえ、いいね、うん、このような感じで閉まるんだけど、それでこれを、あ、お、閉められる、これいいじゃん、これで持ち運びできるんだ、はい、しかもブロック型、あ、そうだね、これ自体もブロックなんだ、チーン、いいじゃんこれ、面白いね、え、じゃあちょっとミニフィギュア入れてみましょうか、四角だから入れやすい、入れやすいね、はい、このような感じで入れてみました、はい、スパイダージョッキーが窮屈ですね、はい、無理やり、かなり無理やり入れてみましたけれども、はい、他はみんな余裕がある感じで入りますね、はい、だから中で結構揺れちゃう、ゴタゴタ、あ、倒れちゃうね、え、見せて、本当だ、でもこうやって持ち運んでお外でも遊べるわけだ、はい、いいね、うん、面白い、はい、ね、洞窟の内側にミニフィギュア置いてみましたね、はい、可愛い感じになったね、うん、これだとスパイダージョッキーかなり余裕ありますね、はい、はい、先日紹介しましたストップモーションクリエイターのブロック、はい、これがですね使えますね、うお、だいたいサイズ一緒だね、うん、よかったね、ただね差し込めたりはしないんだこれね、あー、
まあ、こう置くだけだね。置くだけか。こういうところにこうはめたりは差し込めたりはできないですね、うん、ギリギリのない。ただこうなんか洞窟とかが再現できるからいいねこれね、うん、これはなんか遊べそうだね。そうだよね。はい、ということで今回はマインクラフトのミニフィギュアアイスシリーズとコレクティングケースでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、これもまたトイザラスで買ってきたものですね。はい、結構前にこのケース自体は出てたかな。はい、はい、今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。